体重が離れた時攻撃だ。はい。刈谷試合は禁止されてるはずじゃないのか。しかも大村さんの留守に。君は今すれ違わなかったですか。待て、大将。見ろ、怪獣反応。おい、しっかりしてくれ。しっかりしてください。怪獣が少年の姿でやってきた。どうしてここに。狙いはレオだ。
怪獣アンタレスには両手両足のほかに毒を持った尻尾の攻撃がある。レオが尻尾の攻撃への対抗策を編み出さないうちに先制攻撃をかけてきたんだ。しっかりしろ。よし、武志君。はい。大村さんに連絡を取ってくれ。はい。しばらくの間この道場をマックが借りたい。マッカーに大至急スポーツセンターの道場に集合せよ。大至急集合せよ。全員空手着になるんだ。はい、はい。すると背後からもう一人別なものが飛び出してきて頭を攻撃してきたんだね。まるでそんな感じでした。そうか。青島平山。はい。はい。ちょっと来い。いいか、力を抜くな。はい。やれ。こうですか。はい。立て。立って続けるんだ。はい。はい、こちら大島。わかりました。直ちに出動します。怪獣ですか。うん。待て。映画大島明石はそのまま練習を続けるんだ。隊長、他の者急げ。はい。8名、怪獣はほとんど無傷です。練習を続けるんだ。行けだ。隊長、隊長、この練習は一体何のためですか。道場破りでの対抗策をおとりに得させるために、なぜマックの隊員が協力をしなければならないんですか。
行かせてください。このままでは怪獣は暴れ放題です。お願いです。仲間の仇を出してください。隊長。練習を続けるんだ。隊長。なぜ事情を話さないかと言うんだろう。そうです。言ってどうなる。少年は怪獣だ。そう言ってしまえば隊員たちは意地でも攻撃するだろう。少年が正体を現した時、今のマックで歯が立つか。レオも両腕を殺された後、奴の尻尾の攻撃を食い止める技を身につけていない。レオがいる限り怪獣はおちおち暴れられん。必ず少年の姿で戻ってくる。戻るんだ。青島隊員、お願いします。あがしたい。扱いされてるからっていい気になるな。剥がしたい。へい。お願いします。お願いします。お願いします。ああ、せっかく夜食持ってきてあげたのに。隊長さんがいけないのよ。これじゃおとりさんの立場がますますまずくなるばかりだわ。だいたいいくら変な少年が相手でも、道場破りになぜマックが出てこなくならないのか、僕にはわかりませんね。違うんだ。違うって何がです？お兄ちゃん、何か訳があるのね。もうこれではスポーツとは言えません。打ち込め。打ち込むんだ。大吉、打ち込んでこい。
おとり、あれが昨日の道場破りだそうだ。お前としか戦わんということだ。Oh!
父ちゃん、大丈夫かい？どうもありがとう。なんだ、もうやめんのかい？うん、勉強しなくちゃ。そうか、試験でもあるのか。男は何かやるときには説明や言い訳はしないもんだろ。まあ、お兄ちゃん、昨日宿題やるの忘れて今日2倍やらなくてならないのよ。なんだそれでか、かっこつけちゃって、凶悪フリップ星人は分身するのだ。戦い剣、分身星人を倒せ。謎の青年津山にヒントを授けられた剣の技、それは暗闇さ。頑張れゲン、みんなで見よう、ウルトラマンレオン。